教授のしびれ鶏カレー、お買い求めは概要欄から。はい、ということで見てください、結構いろんなもの届きました。もう始めた頃はこの緑ばっか見えてましたけど、今何も見えなくなりましたね。はい、いきますよ。じゃーん。あ、どうでしょう。めっちゃ綺麗になりましたよね。そうなの。で、これね、はい、まずね、多分みんな値段、これでどのぐらいの金かかってるのかって、なりますよ、ざっくり。ね、まず3の値段が何だったっけ。3の値段、3の値段は6440円ね、3ね。高さ2メートル10センチ、2メートル10センチのスリム型のやつ。だいたいツリーの本体は6000円でしょ。で、電気がね、2000円なんだっけ。2980円、2980円。けどこれ電気1個だけだとちょっとしょぼいよな。うん、だもう電気はね、下手すりゃ3個あってもいいかもしれない。隠れちゃいます。うん、これだけ盛ると隠れちゃうから、うん、だから電気いくらになってるそれ。2980円です。うん、けどね、これホームセンターに行ったら意外と2500円ぐらいだから、まあわざとネットで買うことはないよな。オーナメント、オーナメント、うん、それ玉ね、それを、3000なんだっけ。2つ買ってるじゃん。3799円と4099円。その2つ先じゃもうほんと話にならない、全然話にならなくてそのセットって何個入ってるんだっけな。結構玉いっぱい入ってるんだけど、まあとにかく何本入ってるかな。玉のセットが70個入り、うん、70個ですか。うん、玉70個入りと、すごっ、2つの70個、だから140個、140個で、けど全然話しなかったから。そうですね。うん、で、その他にね、やっぱり一番いいのダイソー基本的には、はい、ダイソーで1万円分、1万分もいらないか、ダイソーで5000分ぐらいあればいいんじゃないかな、うん、玉オーナメントはね、安いやつ。けどそれ安いのじゃダメだから、 それだけじゃダサいんで、バラとか、バラ何個あるっけ。バラ10本です。バラ、例えばこういうバラとかさ、こういうやつ、これバラ10本な。バラ何個だったっけ。10本です。10本でいくらだっけ。1880円。1880円。それとか金の花とかですね。あと金の花とかもあるよな、うん、こういう金の花とか、こんなのも買ってるのか。これも12個ありますね。12個。で、リボン、これリボンいくら。ゴールドのリボン1187円。けどね、大した値段じゃねえなと思うけど、意外とするんだわ。で、そのダイソーのやつっていうのは本当にシンプルなやつさ、こういう本当のシンプルな玉しかないんだけど、ちっちゃいやつね、こういうやつとかなんだけど、これ1個あたり高いよ。これはフランフラン、これフランフラン、このハートのやつとか、これ800円ぐらいする。あとこれもそう、この玉も800円。1個800円でしょってことはダイソーのやつえらい買えるから。そうする、そう、8個、うん、かなり買える。20個、はい、20個、30個、40個ぐらいの玉になる、はい、こういう普通の白い玉とか、こんなのはもうダイソーで十分なんだけど、こんなんとかもさ、うん、インパクトあるやつがない。そう、やっぱりこういう大きな花とかこういうのを買わなきゃならないってことだね、うんうん、で、このなんかバサーっとなってるこういうやつとかも、この金色のね、ヤシの木、これ、うん、そうそれも2本セットで836円。2本セットで836円。これ6本ぐらい買ってるのかな。で、この赤い玉とかもさ、この玉とかも大事だね。赤い玉も、この赤い玉とか1378円。あとはもうこういう、なんていうの、こういうやつ、このベルとか、これロフトで買ったと思う、確か。これも、これは安い。これはダイソー、多分、確か。あ、そうなの。意外とダイソーいいでしょ。いいっす。そうなの。ダイソーはやっぱりいいんだよ。これもうちょっとあったらすごいっすね。そう。豪華になるっすね。まあ、あとフランフランと、
フランフランはやっぱ結構ちょっとあるな。こういうノートがフランフランだと思うんだな。こういうのがフランフラン。これね、ちょっと大きめの派手な玉とかがフランフランで買ったやつ。ということで総額、今さっきのネットで買った分だけど何もなったっけ。29,800円。いや、約3万円でしょ、はい、だから実質やっぱり5万ぐらいってば、この1本、これ今このクオリティで5万、だいたい5万あればこんな感じでなりますから、はい、これが5万です。めったに見ないですからね、このクオリティ。うん、でもみんなシンプルなのが多いですけど。そうなんだね。ここまでこだわってるやつなかなかないです。なかなかないんだけど、意外とここまでしても意外とここまでしてもさ、はい、あのお客さんあんま反応しくないんだよもっと写真撮ってくれるかなとか思ったんだけど、意外とそこまで反応良くないから、だからもう当たり前なもんだと思ってんだ、うん、多分、はいはいはい、そうですね、うん、ちょっとだから費用対効果としてはあんま良くないけど、まあ一回お金かけてしまえば来年も使えるから、はい、まあいいんじゃないかなっていう感じだね。もう少し反応、電気もうちょい明るくしていいかな、うん、もうちょい明るくしてな。でポイントとしてはね、要はここにせっかくやるならさ、この上にこう電気つけてんだわ、これこの電気があるから、こうやってちょっとこう、あのツリーが浮いて見えるんだけど、これ電気ないと、これ電気わざわざ作ったんだけどさ、これ上電気消すと、やばっ、めっちゃ暗いでしょ。そうですね、全然見えない、全然見えないさ、暗くて、はい、うーん、だからわざわざこの電この電気つけることによ、ここの電気つけることによって、さらにめっちゃいい感じの明るさになると。はい、全然違いますね。全然違うでしょ。でこれが照明の大事さなんだよな、写真撮るときにも、この今のこの照明があるかどうないかで全然変わってくるから。でわざわざこのツリーを美しくかっこよく見せるために、そのこの電気の照明のまでわざわざ作ったっていうここまでこだわるっていう飲食店ナンバーワンのツリー、まあ、間違いなくこれ札幌では今ここまでの釣り飾ってるところはうちしかないということで、はい、最後にまとめてください。今回は丸山教授にクリスマスツリーを作りに行きましたけど、ぜひね、この札幌でナンバーワンと呼ばれるこのクリスマスツリーを SNS に上げに来てください。それではお待ちしております。それではまた。